まあ、しかしレビューってまあ一体本当は何でしょうね。ショーではなしに。ショーでもないしミュージカルでもないし、何ですかね。その全てが含まれているとも言えるわけなんですよね。と思いますかね。まあ一つのまあやっぱりそのレビューにはそのエンターテインメントがないと僕はいけないと思うんですよ、うん、それはもうやっぱりツレちゃんあたりだったら絶対にそういう人物であるということですね、うん、決してショーマンではない、ショーマンではあるよ、だけどもまあ本当のレビューのエンターテインメントでしょうね、基本というものがいかに大事かっていうのはね、稽古見てるとよく分かるな、まあ、こう道場みたいなもんですね、やっぱ稽古があって、だからみんな裸になって、で舞台登ったらこれまた別物ですけどもね、やっぱりプレイヤーの生のもんが出てこないんですけど、少なくとも稽古場では裸になってもらえへんかったら作りにくいですね、そうですね、まあ、レジェンドにとって振り付けって非常に大事だと思うんだけども、まあ、テーマみたいなのがあってなんかイメージを持つわね、それとそれ実際結構やってみて、みんなに踊ってるもらってる間にそれを最初に考えてたイメージが変わっていくもの、途中でそれともやっぱり自分の作ったイメージに何とか近づけるまでやるわけ。そうやりたいと思います。だけどやっぱりこう大勢ですからね、ある程度最大公約数じゃないけども、やっぱり揃えて美しく見せなきゃいけないから、ある程度そういう意味で変えることはありますけども、やはり自分が初めに考えたイメージに近づけようとはします。だけどじゃあそれだったら全部近づいてるかって言われると、いやそうじゃないっていう時もあります。だからこの塚さんの踊りやっぱり僕は思うんですけど、やはりただ揃えて踊ってるんじゃない、ただファイトもと踊ってるんじゃない、やっぱここでなんかみんなが一つの心を表現してる感じがしますね。ご満足にならないようにと思うんです。なるほどね、商業演劇ですねやっぱり、だからお客さんというものが必ずあるわけだね、あるから、それをのけちゃって自分たちのやりたいことをやるっていうのはいけないと思うんです、だけどだからといってこびちゃうっていうんじゃないんですよね、そんなにこび突き放すほど私たちできないから、なるだけこう一緒にできるようにと思う。あなたも分かるものは私も分かると、そんなそれがコミュニケーションのこう一番底辺にあるじゃないかな、だから我々が分かるものもきっとお客さんも分かってくださるでしょうっていう。まあ、皆さんどういらっしゃい、こっち汗でくちゃくちゃなんですけど、そこがいいかな、先生の方がいいな、そこでいいですか、はい、どうぞ。まあ、宮本さん、なんか小田島先生初めてね、はい、何もしてと、なんか見てるうちに言葉出すかいと、本当にもうね、ご一緒に踊られたみたいな、そこがびっくりしちゃって大変な稽古ね、そうですか、まあ、ここではもう本当に彼女のもう精一杯の踊りを一つ見せてもらわんといかんということで、まあ頑張ってもらってるんですけども、まあ非常にこの人は何て言いますかね、非常にお客さんを喜ばすと一人の人やと思うんですよ、これはね、非常に歯切れがいいでしょ、なんかあの切れ味っていうのはね、なんか現代の切れ味だと思うわけね、非常にだから現代っ子にね、ジェンちゃんって言うと思うんですよ、モテるって僕は分かるんだけどもね、今度の場合例えばそのモンパリ50年っていう、やっぱりレビューの伝統というものは自分でどっか考えてるわけ、もう全然しないでもやりたいことをやってれば大丈夫ということ、伝統ということですごい責任がありますしね、本当に皆様の待ってはるんでしょう、お客様が、
随分昔からご覧になってる方もね、楽しみにしていらっしゃると思うから、怖いなっていう感じもします。そうね、まあ古い人と新しい人が両方が期待してるだけね。